始まるよー今日は夏らしい、最も夏らしい商品。いや、全然関係ないでしょ。マジ関係ない。ドドン、餃子。あ、餃子。そう、餃子。餃子ですね。座っちゃったね。あ、これはなんかね、よくありそうなダジャレですよね。ダジャレ。はい、まあ、そういうダジャレ最近ハマってるよね。いや、これもだってさ、本当に餃子食べながらだよ。あ、餃子食べてて。そう、餃子食べながら、まあ、いろいろ企画考えてて。餃子ってさ、シルエット的にはさ、なんか可愛いじゃん、モチーフ。可愛い、うん、企画まとめられないかなと思って、あ、もうシンプルに餃子座らしちゃおうと思って。で、そっからお皿見るときにそこに座ってるようなイメージがあったんだよね。ああ、なるほどね。そうそう、わかるかな、はい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 、座ってるイメージで。このね、DP のね。うん。はいはい、はい。これまさにまあ体育座りとか、ね、ちょっと一個一個紹介しますとしたらね、一番いいのが、まあ俺、一番いいのとかあんの？体育座りかな。このイメージ可愛いと思うんだよね。体育座り、わかるかな。ちゃんと焦げ目とか、これすげえ、これよくない？接触するところ、鉄板が、鉄板がね、まあここはまあこういうイメージだけど、餃子ってイメージだ、うん、接触するところに対してしっかり焦げ目を今回つけてるっていう。お尻可愛くない？なんか見て後ろから見るとアホらしいですね。アホらしいでしょ。ちょっとこれ隅っこ暮らしっぽくなるわ。これかわいそう。かわいそう、これ、ね、これでちょっといいよね、これね。いい、これ、うん、そうそうそう。で、続いてが正座。もう正座はなんか反省してる感じだね。確かにね、うん、これも同じ焦げ目、焦げ目がすごいいい感じ。いい感じですね、はい、で、いつもより先ちょっとももの方にさ、コピーだけ入れてね。本当だ、うん、すごいシンプルなんだけどさ、なんかいいんだよね。顔ないっすけどいいっすね、なんか。いいよね、うん、だから作ってる時にさ、わかるかな、ドロヘドロのさ、餃子男って言ってた。 ありますね、はい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 、そんな感じの雰囲気になってきたね。はい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 、うん、で、続いてがあぐら。こんな感じね。あぐらは修行僧みたいな感じだね、ほら。あ、確かにね、うん、座禅してる感じですね。うん、本当だ。なんかね、滝に打たれてる感じで、まあ、滝じゃなくて巣に打たれてるのかな。俺さ、醤油かけないんだよ。醤油かけないんですか？醤油かけない。あの、酢に胡椒。胡椒？酢胡椒。最近酢胡椒ハマって、夏の時期はさっぱりして めちゃくちゃ美味しいから。ぜひ食べてください。何の告知してる？いやいや、餃子の食べ方。結構ね、味の濃い餃子には合う。あの肉がさ、すごい濃いやつあるじゃん。ああいった餃子にはすごい合う。あ、さっぱりしたい時ね。さっぱりしたいですね。関係ない、マジで。いや、食べ方、食べ方講座ね。で、続いて肘立て座り。ね、これで、ね、リラックスしてるね。あ、いいですね。楽だよね、こうやって座るね、なんかね。いい、うん、なんかちょっとリラックスしてる感じ。あ、いいですね、うん、これこれ見て、これ俺この焦げ目好きなんだよね。面白いです ね、みんなみんないいよね、うん、みんないい、これ焦げ目がいい、焦げ目がいいでしょ。で、最後が体育座りでエビバージョン。このエビの出し方ね、これね、これさ、エビはね、別パーにしてんだよね。あー、差し込みみたいな。そう、差し込みにしてるから、別パーでも彩色して差し込むことで、はいはい、リアル感っていうのを出してる。いいですね、これは。で、ちょっと透明な、ね、ものに彩色してるから、結構リアルに光沢とかもいいでしょ。いいですね、うん、エビ感っていうのが表現されてるね、これでね。美味しそう。美味しそうでしょ。美味しそう、美味しそう。ちょっとこれで可愛く見えるっていうか、可愛いですね。まあ、ラインナップ的に女子なのかな。なんか髪のなんか飾りみたいな、わかんないけどね。これが、うん、ぜひちょっとね、例えば自分で最初期するチークとか塗ってもね、可愛くできるかもしれない。あー、いいですね、それ、うん、女の子、それいいじゃないですか。いや、なんかこの焼き目、やっぱ手作業じゃないですか。そうだね、微妙に違うの面白いですね。面白いね、うん、ほんといいでしょ。よく焼きみたいなのが、ね、そう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 、ちょっとこれはちょっとほら、甘い感じがいいじゃないですか。最初ね、結構ここら辺のとこも焼き目にしたの、結構。あー、なるほどなるほど。したらね、なんかね、ごちゃごちゃしちゃって可愛くなかったの。あー、もうシンプルに裏だけ焦げ目つけようっていうことで、はい、今回修正して。でもここも一応ふわってなって、少しだけふわってね、少しだけ焦げ見えてる。すごいね、うん、これ。そんな目立たないぐらいね。結構これ大変よね。結構細かいよね、うん。うん。なんかこれ面白いですね。面白いでしょ。まあでも完全にこれストレッチするモアイですね。まあだから俺多分そういったのが好きなんだろうね。言ってましたよね、擬人化にハマってるってね。擬人化にハマってるから、はいはいはい、ちょっとね、これいいかなと思ってね。餃子ね、これはいいですね。ストレッチするモアイ売れてるみたいよ。あ、売れてるみたいですよ ね。あと美脚ザメとかね。美脚ザメ、もう完全にさ、俺そっち系になってない。一緒一緒だよね、うん、美脚ザメとほぼ一緒。あんま一緒っていうな。あんま一緒っていうな。こちらでもダジャレが効いてますから。ダジャレ効いてるからね。ダジャレ効いてるから。で、こちらね、おかず集まりね、全5種300円展開する予定で、こちらもぜひチェックしてみてください。今日紹介させてもらう餃子マスコットフィギュアでした。6月は餃子の季節でーす。よろしく。